はい、こんにちは。健康管理士ダイエットインストラクターの村上です。ちょっと最近引っ越したりして忙しかったのでなかなか動画を上げれなかったんですけども、久しぶりにですね、今日のテーマは、動画のタイトルにもある通り、糖尿病、血糖値が気になる方でもフルーツ、果物は、食べていいというお話をします。夏でね、果物が美味しい季節なんですけども、果物好きの方には朗報です。果物っていうとやっぱり果糖とかですね、糖質が結構多いんで、ちょっと血糖値気になるけど大丈夫かなっていうご質問が多いんですけども、実際ですね、ハーバード公衆衛生大学院っていうところでアメリカの18万7千人ぐらいをすごい大規模に調査した結果、果物をよく食べる人っていうのは糖尿病のリスクが実際に減少してるっていうことが分かってるんですね。1週間で1サービング以上の果物、1サービングってだいたいリンゴ1個分ぐらいなんですけども、食べる人っていうのは食べない人に比べて糖尿病のリスクが 23% 低下するということが分かっています。1サービングじゃない、毎週2サービングですね。毎週2サービング以上摂取していた方は、月に1サービング未満しか摂取していない人に比べて2型糖尿病のリスクが 23% 低下するということが分かっています。1サービングがだいたいリンゴ1個分ぐらいなので、あれぐらいの量の果物を、リンゴ2個分ぐらいの果物を1週間で食べる方っていうのは、糖尿病のリスクが低いっていうことが分かってます。で、糖尿病だけじゃなくて、動脈硬化とか虚血性心疾患のリスクも減少するっていうことが分かってるんですね。こっちは日本の研究なんですけども、45歳から75歳の日本人8万人の大規模な調査で、果物をよく食べてる人は虚血性心疾患のリスクが低いっていうことが分かってます。虚血性心疾患っていうのは大体動脈硬化で起こるんですけども、果物っていうのは、糖質だけじゃなくてもちろんフラボノイドとかポリフェノールっていう抗酸化物質が非常に多いんですね。抗酸化物質っていうのは活性酸素で体が酸化するのを防いでくれる物質です。で、活性酸素っていうのはいろんな要因で発生するんですけども、特に紫外線を常に浴びてる人っていうのはお肌で活性酸素がいっぱい発生して、それでお肌が老化していくんですけども、果物っていうのは太陽を浴びて成長しますよね。太陽を浴びて成長するんですけども、当然太陽の紫外線っていうのは果物にとっても毒になるので、果物はとか野菜もそうですけど、紫外線から身を守るためのフラボノイドとかポリフェノールっていうものを非常にたくさん作るんですね。それが人間にとっても非常にいい働きをしてくれるということになります。ただしここからやっちゃいけないことなんですけども、果物だからどんな食べ方してもいいっていうわけではありません。ポイントがこの3つまとめたんですけど、果物はまず皮ごと食べるということ、なぜなら、果物自身が紫外線から自分の体を守るためにポリフェノール、作りますので、それっていうのはやっぱ皮の方、表面に近い方にたくさんあるんですね。まあ中心にもなくはないですけど、表面に近い方にたくさんあるので、表面に近い皮の部分も一緒に食べる。特にリンゴとか梨なんかはもう皮ごとかじっちゃうのが一番いいですね。まあもちろんちゃんと洗って農薬を落としてもらいたいんですけども。それとあとは皮っていうのは硬いですから食物繊維が多いんですね。この食物繊維の多さが果物の糖質の多さを相殺してくれるんです。食物繊維が多いから、糖質が多くても吸収が緩やかになって、血糖値が急上昇しにくいという、仕組みになってます。で、もう一つ、これ甘すぎるフルーツは NG。最近のフルーツっていうのはもう野生の果物とは全然違うものなんですね。かなり品種改良して糖質をすごく増やしてものすごく甘く作ってるフルーツっていうのもありますから、そういうのはあんまり食べ過ぎない方がいいです。例えばいちご、ぶどう、桃、メロンとかもそうですね。ちょっと甘すぎる高級フルーツみたいなのっていうのはあんまり食べ過ぎない方がいいです。で、もう一つ、
フルーツジュース、フルーツジュースは NG ということで、ジュースっていうのは食物繊維が取れないんですよね。液体になってるから。それとやっぱり皮に残してる栄養というのもかなりもったいないので、実際フルーツジュースを毎日飲む人っていうのは糖尿病のリスクが上昇するっていうことも分かってるんですね。さっき紹介した研究で、フルーツを丸ごと食べる人は糖尿病のリスクが減るけども、フルーツジュースしか飲まない人っていうのは糖尿病のリスクが逆に 21% 上昇するというデータがあります。で、実験的に1週間に飲むフルーツジュースの量を、そのまま果物に、生の果物に置き換えてもらった結果、糖尿病のリスクが 7% 減少したっていう結果があります。まあ、ですから、フルーツジュースはもうあれは清涼飲料水だという括りで、あんまり飲まない方がいいものだと思ってください。で、飲むんじゃなくてフルーツジュース、フルーツは食べるということですね。で、最後ちょっと言い忘れたんですけど、ここ輸入以外って書いてあるんですけど、輸入の果物っていうのは取れてから船で持ってくるまでに、カビが生えないように防カビ剤っていうのをものすごく使ってるんですね。で、それが皮にかなり残留してて、水で洗ったぐらいじゃ落ちませんので、輸入の果物は皮は食べないでください。だからオレンジとかグレープフルーツとかそういうのは、かなり注意して皮はちゃんと剥いて食べてください。まあ、輸入のリンゴってあんまないと思うんですけど、そういう輸入の果物は基本的に皮は食べないっていうことで、レモンなんかは、皮すりおろして料理に使ったりしますけども、それは国産だけでやってください。輸入のフルーツっていうのは基本的に皮に防カビ剤が残留しているものだと思ってください。で、今日のまとめとして、糖尿病の方、血糖値が気になる方でもフルーツをそのまま丸ごと食べるっていうことであれば、1週間でリンゴ2個分ぐらいの量を食べても全然大丈夫です。ただし最近のフルーツかなり品種改良して糖質を増やしているので、それは避けるようにしてください。あとフルーツジュースは基本的に飲まない方がいいですね。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。